谷口正史です。谷口正史の YouTube ラジオ TMTR 始めていきたいと思います。ついにですね、オリンピック、東京オリンピック2020が開催しましたね。早速ですね、僕の大好きな大注目の日本代表サッカーがですね、第1戦目を行いまして、南アフリカと、1-0 で久保選手の見事なゴールで勝利というね、白星からスタートしたわけですけれども、もちろんね、南アフリカの選手が感染してしまったり、濃厚接触としてね、試合直前までどうなるかわからないみたいな状態もあったんですけれども、その中でも選手たちはね、必死に無観客の中で戦ってですね、素晴らしい試合を見せてくれた、力をもらう試合になってたんじゃないかなと僕は思っています。はい、オリンピックね、日々なんか様々な問題であったりとか、現状であったりみたいなのが、ニュース、ほんといろんなニュースが、駆け巡っていますけれど、僕自身はですね、やっぱりその瞬時に一つ一つに反応するんではなくて、どうしてもね、僕はやっぱ足りない頭の部分もありますから、瞬時に反応してしまうとね、間違った判断をしてしまうんじゃないかっていう、不安がいつもありまして、だから本当にさまざまなニュースをちゃんと別の角度からいろいろ見て、自分で感じて、その上で、今自分の場所で、自分の仕事で、自分の環境でできることで、自分のね、つながりがある人のためにできることをまず考えてですね、その上でやっぱりね、日本という国に生まれて育ってきたわけですから、その日本がね、自国開催してるオリンピックですから、そのことも考えつつ、やっぱりこの先ね、5年10年50年100年って考えられないかもしれないですけど、やっぱりこの先日本にとって何がね、大切であるのか、重要であるのか、もちろん今みんなきついし、もう僕もきついところもいっぱいありますけれど、みんなでね、この辛さを味わったんだから、どうしたってやっぱりね、この先にいいことがあるって信じて、できる限りいいことにつなげたい、そうするためには今どうするべきなのかみたいなことも、本当に足りない頭ではあるんですが、考えながら、本当ね、日々生きてる感じです。とはいえね、もう選手は本当に気をつけてですね、大変だとは思うんですけど、本当に気をつけて、競技にね、集中して、なるべくできる限り集中していいパフォーマンス、最高のパフォーマンスをね、見せてくれたら嬉しいなと思いますし、そしてね、世界各国、自分の国の方々に、力をね、届けてほしいなと思っております。はい、僕はですね、やっぱりサッカー大注目で、もう目指すならてっぺんをね、金メダルを目指して本当に気をつけて頑張ってほしいなと心より応援したいと思っています。はい、で、僕はね、自分のできる場所でできることをということで、今ですね、舞台、イケメン戦国の稽古が始まりました。稽古ね、始まる前に、これ何回目なんだろうな、受けるの、もう数え切れないですけど、 PCR 検査も、受けまして、無事クリアしましたので、稽古に、初日から参加してですね、もう今3日4日ぐらいやってますかね。はい、順調に、本当に順調にどんどん作り上がっていってる感じであります、毎日。で、今日はちょっとそのイケメン戦国、知ってる方もいらっしゃると思いますけどね、知らない方もいると思うので、簡単にですけど、このウィキとか見ればすぐ出てくるような情報かもしれませんが、少しだけイケメン戦国の話をさせてもらいたいと思います。イケメン戦国っていうのはですね、スマートフォン用の、女性向けの恋愛ゲームですね。いわゆる主人公が女性で、自分の名前とかに入れられて、
その女性が、戦国時代に、タイムスリップというか500年前ぐらいですか、タイムスリップして、そこには、織田信長をはじめさまざまな戦国武将が、イケメンの戦国武将がいて、誰と恋愛するか、簡単に言うとですね、そういうようなゲームなんですね。で、もともとねスマホのゲームだったんですけど、プレイステーションにもなってますし、プレイステーションでゲームにもなってますし、アニメにもなってますし、そして舞台が、今回で、ね、もう7本目ですね。はい、そういうふうにメディアミックスして展開してっている、人気のゲーム、イケメン戦国です。で、今回僕が演じる、西川孫一という役を演じるのですが、西川孫一はですね、そのゲームにもアニメにも出ていない今回の舞台オリジナルキャラクターになっています。はい、いや僕もね、あの戦国もののシリーズで7年間ぐらい同じ役を演じたことがあるんで、気持ちは分かるんですよね。この途中から出てくる舞台オリジナルキャラクターっていうものの難しさといいますか、プレッシャーみたいなものは、十分感じてはいるんですけれど、一点、やっぱりその物語として、もちろん一個一個ね、どの誰々編誰々編と、誰とね恋愛したらどうなるかっていうストーリーは進むにせよ、その彼らを全て取り囲むストーリーっていう、取り込んでるストーリーっていうのが大きく存在しているわけではないので、その部分を深掘りできるというか、全く新しい別の側面から見せることができるという意味では、今までいたキャラクターをよりよく楽しく、お客様に届けられるんじゃないかなというふうな思いもありまして、今回、西川孫一受けさせていただきました。だからいつもは女性がヒロイン主人公で出てるんだけど、今回はヒロインが来たのではなく、とんでもない戦国時代を飛び回る、荒らしまくる、西川孫一が現れたという話に今回はなっています。はい、西川孫一って戦国時代ね好きですよなんて人は、戦国の、物語だったり舞台だったりを見たことある人は知ってる有名人、西川周というね大有名人の一人ではありますけど、知らない人のためにちょっとだけ話すと、西川孫一っていう西川周っていう、紀州の軍団なんですけど、いわゆる最強軍団というか傭兵軍団、もう鉄砲を使うのがうまくて、カラスの紋章を背に、戦国時代を荒らしまくったというか、西川周をどこが取れるかで国を誰が取れるのかっていうのを左右するぐらい、とんでもないそのいわゆる傭兵集団と言っていいんですかね、なんですよね。でこのね西川孫一っていうのは実は屋号と言いますか、受け継いでく姓なんですよ。だから本名が西川孫一ではなくて、どんどんその西川衆のトップになる人は西川孫一っていうのを名乗ってトップになるっていう形なので、もう戦国時代からですね、もう江戸時代まで長い時間をかけて、西川孫一っていうのがどこかに暗躍して、誰かに力を貸して、どんどん戦国時代が進んでって江戸まで行くっていうね、その中の僕がねどの孫一を演じるのかっていうのも今回面白いところの一つでもありますし、この名前が変わっていってるっていうのは結構ね知らない人も多いかもしれないですね。西川孫一っていうと一人だけだと思ってるから、実はね一番最初の人見て鈴木さんなんですよ。鈴木重秀っていう人がなってるんですけど、鈴木さんって続いていくんですけど、だからなんか芸名西川孫一ですって、西川な本名なんていうの鈴木ですみたいな、実はそんなところもあったりするんで、もしね気になった方はですね、調べていただければ、ちょっとね舞台見る前に、あの人は鈴木だなとかね、そういうのも分かって面白いなとは思うんですけど、
やっぱりその戦国時代ってね、いろんな作品になりやすい、まあ、幕末と同じようにもう本当に時代が、日本という国の時代が本当に大きく動いた時で、各地方に天才が現れ、その天才たちがこの日本という国をどうするかっていうことを考え、ぶつかり、なんかしのぎを削った時代であるから、もう全てに熱量が、一つ一つに、一つ一つの行動言葉に熱量がある時代で、適当に生きてることができなかったというか、いつ死ぬかわからないしね、いつ愛する人と離れ離れになるかわからないしというのがずっと続いてる状態で生きてるから、やっぱり演じてる方も、ね、熱も力も入るし、まあ、見てる方もね、そういうところにやっぱ胸打つというか惹かれる部分があるんじゃないかなと思っています。まあ、僕自身はこの実在した、人物を演じるときに、まあ、決めてることが、まあ、大きく言うと2つあって、1つは、お名前をお借りしてですね、まあ、存分に思いっきりやらせていただきますと、誤解を恐れずになら、本気で遊ばせていただきますという感じですかね。全力で、お名前を借りしますっていう、気持ちを絶対に忘れない、しかもね、その、家系をたどっていけばとか、まだね血のつながっている方もいらっしゃるかもしれませんし、そこに失礼があっちゃいけない。もちろんそんなことは当たり前の上で、その人たちに見せてもかっこよくないですか、僕の最下孫一って言える、状態で本気で、考えて作る、生きるっていうのと、あとはやっぱり今の時代に合っている、今の時代にもしこの人がいたらどうなるんだろうみたいなこともしっかりと今の空気を取り込んで、今この時代2020年2021年という時代に谷口正史が生きている、僕がこの才川浩一さんを演じるから意味があるものになるように考えてやっています。今回もこの2つは絶対どの役をやるんでも、で、まあ、今回は特に、オリジナルキャラクターなんでね、いわゆるゲームの中に1人だけオリジナルの人が、現代人が入っちゃったっていうまさにのね設定だったりもするんで、そんな一人一人のキャラクター、信長であったり光秀であったり、ね、例えば雪村であったり政宗であったりっていうものを今目の前で感じながらですね、戦国時代というものを感じながら、よりね楽しんでもらえるように、エンターテインメントとして活劇として楽しんでもらえるように、作っていきたいななんて思っています。はい、おそらくお客様はね 50% で、やらざるは得ない状態だと思いますし、まあ、もちろん僕らもねここから稽古初日に向けて何が起きるか分かりませんし、ね、まだここからね本番も何が起きるか分かりませんけれど、とにかく今できることを絶対に、自分が感染しない、感染を広げないという、もうそこを第一に、しっかりとルールを守ってですね、その中でできる限り全力で、面白いものを作って皆さんに届けたいなと思っております。連日いきなりね暑くなってきてますので、皆さんくれぐれも夏バテにもね注意しながら、マスクもしてますから水分補給はこまめにと。はい、というわけで今回はですね、イケメン戦国稽古始まったよって話をさせていただきました。楽しみに待っててください。ではこの辺りで、今日は谷口正史でした。高評価チャンネル登録の方よろしくお願いします。